時刻は午後7時になりました。ここからは愛知県東海市にあるメディアス FM からお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ。毎週月曜日は名古屋吉本お化けの山口康弘と平本愛奈がリモートの生放送でお送りしていきます。さあということで始まりました。よろしくお願いいたします。お願いします。ゴールデンウィークも終わりまして、はいはい、またね、仕事始めの人は仕事が始まったりとか、うん、学校が始まった人もいるかと思うんですけれども、うん、寒くなりました。またね、今日寒いね。すごくなんか気温が変で、うん、ねえ、なんか暑くなったり寒くなったり、これ毎週言うてると思うんだけど寒いね。今日は寒い。今日は全然重ね着しても、うん、あの暑くならないぐらい寒かったよね、うん、雨も降ってるしね。そうなのよね。これどうにかしてほしいよね、うん、これちょっと本当に誰にもどうにもできないできない。あ、っていうか私気になってたんですけど、うん、あの10円ハゲ、うん、生えてきましたか？生えてくるわけないだってまだ保険証が届かないんだもん。あ、1ヶ月経つねんで、うん、何の連絡もなく、うん、そんなことあるん？いや、まあまあ忙しいんじゃない？ゴールデンウィークやったからな。いやいや、もうほんまにもうこれは言わせてくれ。多分やけど市長のせいや、これは。あ、あかんよ、そんなん言うたらあかんよ。そんなことないよ。何市とは言わへんけど、多分これ市長のせいや。違うよ。違います。あなたのせい大前提は大前提。そうやね、もともとはね。そうですよ。で、2022年の私の目標はですね、うん、あの怒らないを目標にしようんですよ、うん、だからもう何事も、あ、自分の責任だぞ、思いながら生きていく。2022年の目標がそれ。はい。まだ5ヶ月しか経ってないけど、お前多分100回は見てる怒ってんの。え、100回も見てる？5ヶ月もなんなら経ってないよ。まだ4ヶ月とちょっとしか経ってない。100は怒ってる。100怒ってた私。あれ、まあだからそれを減らしていきたい。あ、なるほど、ね、怒ることを減らしていきたい。今までは200、300怒ってたの。そう、100で済んでるじゃないか。そうよ、うん、だからもうカリカリしないそう、いつもお化けはカリ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 してるから。確かにね。そうよ、怒りんぼやもんな。怒りんぼやし、怒ってなくても怒ってるって言われる2人やからね、それはそれは関西人のあれや。いや、関西人じゃない。じゃあ、あなたね、あなた口調が怒ってんねん。今もどっちも怒ってるみたいになってる今もや何やろな、これ。このお化けの悪いとこなんかななんか喋り方がほんまにもうすごくカリカリし、圧があるという、ね、言われるね。口が悪い、なんなんやろな。語気強いんかな。うん、それはある。いや、そうなの。私はね、うん、顔に出ちゃうのよ。ああ、じゃあ、あなたはそうですよ。そう。じゃあ、あなたは、じゃあ、あなたは本当に怒ってるじゃないですか。怒ってるっていうか、まあ、機嫌悪くなってる。俺はもう何ね、今もこの、なんか感じよ。この感じや。怒ってるみたいな。怒ってるやん。怒ってる。怒ってるふりしてるやん。怒ってない。全く待っても。なんかね、この、山口さんの悪い癖を、怒ってるふりした、ちょっとしたなんか冗談みたいな言うやん。うん、あれですね。怒ってるふりの。やめろやみたいな感じの強めに言うたりするやつ、うん、怒ってないよ、うん、でもみたいな感じのした時に、うん、後輩たちがびっくりして、うん、いや怒ってますやんってなった時に、うん、ほんまに怒ん、怒らへんわじゃあそれで怒ってなかった時に怒ってると言われたら怒るほんまに俺が怒んのマジであんただけやで、ね、あんただけにはよう怒るけど。じゃあこのね、ほんまにあれな、怒る、怒ってるって言われたらほんま二人とも機嫌悪なる全然認めてくれへんや俺の何がいい。あなたにしか怒らないよって。だからそうやけど、だから今もだから私がその認めないじゃない、お互い。ああ、うん、自分が、うん、怒らへんわって言うてるのもちょっと怒ってるのに怒ってるやんってなったらなんかお前にしか怒らへんしみたいな、それも怒ってる怒り。え、怒らせようとしてる？なんで怒らせようとしてない？全然怒らないよ。目標に2020年頑張ってますから私は。はいはい。はい、ということで今日のメッセージテーマは、はい、今日のメッセージテーマは、最近起こったハプニングですね。はい、最近起こったハプニングね、ちょっとあるんですよ。私あの先週、うん、ラジオで発表しました。ラジオ何でした？テーマは先週だ。W そう、 GW そう、ゴールデンウィークプランですよ。 GWP って言うてて、あの最後に読んだメッセージ、うん、緑のじゅんちゃんさんがね、うん、送ってくださったと思ったんですけれども、うん、そちらがですね、えにしひなこちゃんのメッセージやったんですね。だからえにしひなこのメッセージを緑のじゅんちゃんさんと呼んでしまったんですね。本当にごめんなさい、申し訳ない。それはそう、ハプニングですよ、はい、私。あとあのもう一個あったね、ね、あくび大好きって、あの、うん、あぐい大好きさんなんですよ、ね、あの完全に山口、あのあくび大好きさんって呼んだんで呼んでましたね。で、あの
代わりにアキトさんが文句言われるっていう申し訳ない、どっちにも申し訳ない、やらかしちゃいました残念ながら。いやもうほんまそういうのもなくしていきたい ね、 そうね、アプリもなくしていきましょう。はい、メールはですね、メディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから、まだメディアス FM の専用アプリからもお送りいただけます。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからお願いいたします。はい、そして今日の番組の告知動画をメディアス FM のツイッターにアップしておりますので、メディアス FM のツイッターのフォローもお願いいたします。それではここで一曲お送りいたしましょう。日向坂46でそんなことないよ。愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ、名古屋吉本お化けの山口康弘と平本愛菜がこの後7時30分までお送りしていきます。はい、さあここからは、皆様から送られてきたメッセージをご紹介したいと思います。はい、今日のメッセージテーマは最近起こったハプニングでございます。さあたくさんメッセージいただいております。あら来ましたか。はい、ありがとうございます。はい、まずはラジオネーム、鴨鍋さん、はい、いつもありがとうございます。お化けのお二人お疲れ様です。カモナベです。はい、本日のテーマですが、ハプニングといえば最近、なりすましに捕まってしまって、クレジットカードの番号を変更しなければいけないハプニングがありました。すぐに気づいたので事なきを得ましたが、なりすましに気をつけましょう。なりすまし？なりすまし。僕も最近ありましたよ。なりすまし？メールでね、アップルから。メール来て、うん、そう、あなたのアカウントが不正ログインされた可能性がありますみたいな、うん、でなんか鳥取県からログインされましたみたいな、うん、あって、そうパスワードを変更してくださいっていう、うんうん、URL みたいなのも貼られてて、うん、そこに今のパスワードと新しいパスワード入れてくれみたいなのあってんけど、そのメールの最後に、このメールは、群馬県のアップル本社から送られてますって書いてて、いや嘘つけアップル本社お前群馬県にあるわけないよいや群馬の人に失礼かもしれないけど群馬にあるわけないよ爪甘いねんってでメールアドレス見たらもうなんかぐちゃぐちゃの文字列みたいなメールアドレス、そうなんや。あ、まあまあ、それはあるよね。まあ、迷惑メール系は多いよね、うん、まあ、そういうのからちょっとなんていうの、被害を、うん、受けたりとかもある。だから私はね、もうすごいなと思ったのが、うん、私好きなね芸能人がいるんですよ、うん、あのずっと昔から言ってるんだけど、うん、ウエンツ瑛士さんがものすごい好きなんですよ、ね、私、ね、ものすごいタイプで、うん、でその私が学生時代はですね、ワットっていう、うん、アーティストが流行ったんです。小池徹平くんとウエンツ瑛士さんのユニットでやってる、うんうん、もう大人気で、うん、でもみんなね、周りの人はもう迷惑メール来たって言ったら、もう小池徹平から来たみたいな、まあ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 、ようあったのよ、うん、小池徹平のマネージャーです、うん、みたいなのがよう来てたんやけど、あったね、そういうの。なぜか私にだけ、うん、ウエンツ瑛士から来てる、うん、まさかですよ。いや、みんな小池徹平から来てるのに、うん、私にだけウエンツ瑛士だって、うん、迷惑メールの業者、うん、私のこと見てんちゃうかな、うん、見てへんわすげえと思っていやすごいなと思って、うん、ウエンツ瑛士が最近ちょっとストレス溜まっててみたいな感じ、うん、なんかしてたね、そういうの。そうそう、だからそういうのすごいな、悩み相談してあげてくださいってやつ。そうだから私はもう好きな芸能人やったから一番ね、うん、もう騙されそうなって、騙されよかなってちょっと思うぐらいほんまの可能性あるもしかしたらそうやね、みんな小池徹平から来てる中、私だけウエンツ瑛士やってあれなぜ私だけと思って、だからそういうのね、引っかからないようにね、皆さん気をつけてください、うん、そうね、最近のは本当巧みになってるらしいですから、巧妙です、巧妙な、本当にね、絶対にだからパスワードとか入れちゃダメって。そうよ、本当に怖いですから、はい、あ、でもね、ある、私もね結構不正ログイン、うん、ツイッターとかよ、うん、SNS とか、うん、パスワードを何回間違えましたみたいな、ああそのまま、ね、そう、よう来んねん、うん、誰入ろうとしてんの言うてね、私のパスワード簡単っちゃ簡単やね、うん、もう解けそうな感じのやつやから、うん、もうやめてよと思いながらそれでも変えるわけにいかないし、覚えられない。あ、じゃあもしかしてウエンツ瑛士のマネージャーが入ろうとしてる。あれ嘘、え、ちょっと教えちゃうよ。教えないおるんか今、ほんでウエンツにマネージャーおるやろ、おるわ自分でしてそうやもん、あの人マネージャーおるやろ。だね、気をつけましょう、なりすまし。気をつけないと、はい、お気をつけください。さあ続いてのメッセージいきましょうか、はい、続いてはラジオネーム 3M さん、はい、お化けのお二人こんばんは。こんばんは、いつもありがとうございます、はい、以前もらった銃差し捨てそ、宝物にしてますありがとうございますさあ今日のメッセージテーマ、ハプニングですが、この前仕事終わり、駅から家まで歩いて帰っていた時、うん、誰もいないと思って、ミスチルのイノセントワールドをイヤホンで聞きながら、大声で歌いながら歩いていました。気持ちよく歌って信号が赤になったので止まった時、隣に若い女性が来たのです、割と狭い一本道、
その女性に歌を聞かれた、恥ずかしい、うん、しかも桜井さんのモノマネ的に歌ってたのでさらに恥ずかしいですおばけのお二人は歌を歌いながら歌うことありますか。あーこれわかるわ、めちゃくちゃわかる、なんで歌っちゃうよね、そう誰もいないって思ったら歌っちゃうのよ、しかもちょっとモノマネねじゃあそれでモノマネわかんないけど、私ねちょっと PV 入れてもらうの、歩きながらちょっと演技を入れてしまう動きみたいなやつか、そう撮られてる意識ででやっちゃう、めっちゃ恥ずかしいね誰かパンって通らはった時とか、うん、で知ってる人やったらええねんけど、ね、うん、それが知らん人やねんな、大概知らん人の時恥ずかしいよ、うん、恥ずかしい思い一人ですんの嫌や、うん、だからこう隣に例えばじゃあ女性来たって時とかに、うん、もうその女性の顔見て歌おう、いやなんでやねん、恥ずい、そしたら女性側もちょっと恥ずかしくなるから、もっと恥ずい、えってえ、なんでってなるから迷惑や、二人して恥ずかしい、迷惑やその人に申し訳なくなっちゃう、あ、そういう人なんだ、でもでも歌歌にもよらん、歌歌にもよる、でイノセントワールドは全然いいと思う、あ、イノセントワールドでいいって、私だからそのパプリカ、あー、パプリカを、パプリカをね口ずさんじゃうのよ私、パプリカ知らん人に道で目見て歌われたら俺嫌やわ、いや目見て歌わへん目見て歌わへんねん別に、だから私もパプリカはよく歌うのよ、うん、なんか流れてくるから、うん、あの私もイヤホンでね、うん、こう聞きながらなんかしたりとかするから、うん、流れてきた時にやっぱちょっと口ずさんじゃって、うん、もう曲がりくねりってやっちゃうんだけど、うん、私がねもうこれすごかったのが、私が曲がりって言ったらくねりって前から来て、いや嘘つけ前の人がなんでお前同じタイミングで歌ってるイントロドンしてはってん前の人が、イントロドン、私の曲がりでパプリカーと思ってクネーリーって言ってくれる、答えてくれた人すごかった、同じタイミングで同じ歌聞いてた人じゃなくて、で一緒に踊ったのサビ、踊ってへんやん話やでそれ、わかる歌ね、ハプニングというかようあることやなこれな、気をつけないといけないけど ね、まあまあやっちゃうよね、もうでも対処法は教えたんで、いや対処法ちゃうねん全然迷惑かかるんでやめてくださいねはい、さあ続いてのメッセージいきましょうか、はい、続いてはラジオネームアキプナノさん、はい、アイナさん山口さんこんばんは、こんばんは、最近起こったハプニングですが、うん、1歳児がじゃがりこをひっくり返しました、ちゃんと拾ってました、えらい、うん、そして1歳児が箱のジュースを握りしめてプシャーと、毎日何かしらハプニングです、私も時々コーヒーこぼしますしとおお、だからまあまあ赤ちゃんはね仕方ないよね、うんうん、私ねそのジュースこぼしたりで、ね、うん、思うねんけど、うん、私ね年々距離感がつかめなくなってきてるのよ、うん、あのペットボトルとかカンカンでも、うん、口に持っていくときに絶対こぼすのよ、うん、飲むときよくこぼしてなかった、そうやね、うん、あれなんなんやろうと思って全然口についてないのに傾けてもらうの、うん、あれほんま直したいねんけど年々ひどなって言ってんのマジでようこぼしてる、確かにそう、なんかこれ気をつけたいねんけど、うん、対処法がないのよね、なんか気緩んでんのかな、だからペットボトルとかをこう持っていくからこぼすわけよ、うん、だから口からまず迎えに行こう、あ、口からまず口から迎えに行ってそれでもあかんねんって、口ついたってなったら、うん、ペットボトルこう上にじゃあ分かる、私はだから昔からねこぼさへんように全部覆う型やってん、口でペットボトルのこの、うん、一番嫌やわ俺その嫌いやろ、めっちゃ嫌い、だから私嫌いやと思って、うん、みんな世の人たちがみんな嫌いやと思って直そうと思って、うん、あの半分だけ半分だけ、ね、半分だけ上唇だけつけて、上唇を入れた状態で下唇で受けてこう飲むっていうのをやってんだけど、うん、もうそれが苦手 で、 でだもう得意にならないねこれだけは本当に苦手です。いやだからもうこぼすのも仕方ないよね。だからもう水とかはさ、もう満パンに入れてくれてるからさ、あのコンビニとかで買ったりする水 ね、まあ、満パンに入れてるからさ、こう開けるときにどうしてもこぼれちゃうの。ちょっとこぼれない。強く握っちゃうから。そう、あれどうにかしてくれよな。一歳児と一緒やん。握りしめて水こぼす。ジュースか水こぼす。あれはもうね、節約のためとかもかもしれへんけど、ペットボトル若干硬くしてよって思うのよ。あ、まあ、握るときのね。そう、前でこう、なんやろな、よりくしゃくしゃって潰せるペットボトルの方が好きやけどな。基本もう飲み始めがなんかこぼれちゃうから私はその対処飲み始め硬くて飲み終わったら柔らかなるペットボトル作れたらお前そんなもん水なんて売らへんわで出るかもよ出るかもしれん今後あの水が入ってる状態のところは硬いけれどもなるほど、ね、水分と反応してみたいな、そうそうそう出るかもよ、手汗めっちゃすごい人どうなるそれそれはもう堪忍してよねっていう
NG 手汗がひどい人は飲まないでください。あんまりもうおすすめしません。すごい技術やね。まあそういうね、赤ちゃんのハプニングはね、うん、まあまあ可愛らしいですから。可愛らしいね、まあ、今後もね大きな可愛いハプニングが待っているかと思います。はい。続いてのメッセージいきましょうか。はい、続いてはじゃあラジオネームももかさん、はい、山口さん、あいなちゃん、こんばんは。こんばんは。初メールです。おー、ありがとうございます。ちょっとしたハプニングといえば、5月5日の金山で、吉本のライブ行った時の話です。おちょっと早く着いて近くの喫茶店でお茶していました、はい、喫茶店のトイレで用を足していると、うん、従業員に鍵を開けられてびっくりしました。用を足し終わった後だったので大丈夫だったんですが、こんなことってありますか。ムカつきましたが何も言わず店を出ました。怖っ。なんでなんで なんやろな。別になんでなそれ。だって誰も入ってないわけないもん、中鍵かかってないから。そうよ、いたずらしようとしたんじゃん。友達は言ってるわ。あかんのよ。いたずらあかんねん、絶対に。トイレ中友達は言ってるから、おっしゃ、脅かしたろ。従業員やよ。従業員そんなしちゃダメです。それすごいね。すごい。あ、そんな嫌なことがあったけれども、うん、あの金山のライブ見て、元気出して、笑って帰ってくれたんかな。ありがたいね。ありがたい。いや、でもそういうの気をつけなあかんね。トイレとか。トイレ。どう男子トイレはさ、うん、やっぱ横が開きになってるわけよ。まあ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 、そういうとこもありますね。うん、どうなんそれは。どうなんっていうのは何。気持ちが分からへんのよ、私は。じゃ全然覗いてくるおじちゃんとかいますよ。嘘そ。その、ね、あんまラジオでどこまで言ってるか股間ぐらいなんだ。やめて。覗いてくる人はいますよ。あ、そうなんや。あ、まあまあ興味本位で、まあまあ、じゃ覗くだけならまだええ。覗いて何も言わよくないけどな。まだええけど、覗いてちょっと勝ち誇った顔してくれ。俺の方がでかいぞ、なんかな、分からんけど、ちょっと覗いておっしゃおっしゃみたいな。やめてやめて、でかいぞって。いや、分からんけど、まあまあまあ、勝ち誇った顔、それはやっぱムカつくね。ああ、そうだや、男の人はあんねや、そういうの。いや、な、何って。しょうもな。いや、背高い方が勝ちみたいなのは、まあ、なんとなく分からん、まだええわ。次はどういう、何トイレで覗いてちょっと勝ち誇ったかも。別にええや、それは。まあまあ、そういうの気をつけてくださいね。本当になんか怖いことがあったら遅いので。そうですね、すぐ声かけたりとかするようにしましょうね、うん、何かあった場合は近くの人にでも大きい声を出すというのは。はいはい。さあ、たくさんメッセージありがとうございます。ありがとうございます、はい、さあ、ここで一曲お送りいたしましょうか。はい、続いての曲は、まあ、ドラマの、挿入歌にもなった曲ですね、はい、それではお聴きください。ノーベルブライトで Walking with you。 愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けしてきましたビートアラウンド834サテライトフラッシュ、お化けの山口康弘と平本愛菜がお送りしてきましたが、そろそろお別れのお時間です。はい、はい、早いですね。早いですね、いつも。はい、エンディングということで、うん、少しだけ告知をさせていただきます、はいはい、私たちお化けですね、ライブなどなどをやらせていただいておりますので、うん、そちらの情報 SNS などに載ってますので、はい、ぜひぜひご覧いただけたらなと思います。お願いいたします。はい、じゃあ追加のメッセージ読んでいきましょうか、はい、メッセージ、はい、ラジオネームじゃあ、SE ウォークさん、はい、最近起こったハプニング、はい、少し前ですが、4月1日に刈り取った草を燃やしてて倉庫に燃え移ってぼや騒ぎになりました、幸い怪我人もなく良かったです。いや、よくないよ。よくないよ。何をやってるんだよ。ぼや騒ぎはハプニングじゃないから。いや、ほんまよ。ぼや騒ぎやから、ちゃんと倉庫に燃え移ってぼや騒ぎ。いや、すごい。あ、でもよかったら大事にならなくて。ほんまね、怪我人もな、怪我になかったのはそれは良かったけど、一番良かったよ。倉庫もびっくりしてんのよ。俺も刈り取られんの言うてる。倉庫に感情があったのならハプニング対象ちょっと濃厚でしょうか。すごいね、大きなことが。もう一つぐらい行きましょうか、はい、ラジオネームじゃあホッシーさん、はい、お化けのお二人こんばんは、はい、ゴールデンウィーク名古屋失格インスタ配信お疲れ様でした。 ありがとうございます、はい、配信が楽しくてゴールデンウィークが楽しく過ごせました。嬉しい。最近起こったハプニングですが、名古屋失格の配信を見ていて、うん、携帯の充電が切れて少しの間見れなかったことです、あ、携帯の充電。あ、まああるよね。あるね。まあその充電しながらさ、うん、聞いたりするとさ、うん、なんか電池の持ちが悪くなるみたいな。ああ、聞くね、なんか。そう。充電しながらゲームしたりすると。そう、だから私はね、結構気をつけてんねんけど、うん、やっぱその、配信する側、うん、私はこう、画面を映してこう、うん、配信する側やとさ、電池の減り早いのね。早いね。どんだけマックスに充電した状態で配信を始めても、うん、もうすぐなくなるの。なくなるで、すぐもうあと 20% です。そう、でんねん。あれ、なんか改善できへんのかな。もうそれ、劣化やからしゃあないんだ、ね。劣化やからしゃあないです。
そういえばなんか選手あんたゴールデンウィークの過ごし方みたいななんか発表しますみたいな言ってたよなんか。あ、言ってた、うん、結局何したんですゴールデンウィークですか、うん、ゴールデンウィーク私はねあのデートしたデートどんなデートどんなデートいやもうそれはもう名古屋だからさ、うん、名古屋のすっごいあの美味しいグルメ、うん、食べた何食べたの、うん、といや味噌や味噌味噌食うでもうちょいマシな嘘つけ何でもよかったよ別にじゃあお前ごめんなさいゴールデンウィークねありがたいことに仕事がちょろちょろっと入りましたね仕事をやったりだとかもう仕事ない日はね、うん、もうすごくあの作業に追われてますそれこそね、さっき言ってくれた配信とかもね。あ、そうですね。ゴールデンウィーク中にやってたので、うん、まあ配信だったりとか、まあ自分がやるライブの、うん、台本だったりとかを書いたりしてましたね。うん、まあ、すごく、キャリアウーマンみたいなね、感じで。もっと働いてるわ。キャリアウーマンもっと働いてるわ。一緒にすんな。お恥ずかしい。さあさあ、ということで、来週のメッセージテーマを発表いたしましょうか。はい、来週のメッセージテーマは、ストレス全解放、仕事の不満聞かせて。でございます、はい、これはもうストレス溜まってる方いっぱいいると思いますゴールデンウィークも明けて仕事に明け暮れてる方、うん、もうこれ腹立つわっていうのをねぜひ私たちおばけにぶつけていただけたらなぜひぜひ、はい、5月病をねあの発症した人はもう我々でストレス発散してもらって他にもね今週ね、はい、メッセージはねいろいろひなこねさん、なんかよういちさん、なおみさん、味のもとみさんなどなどたくさんのメッセージいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、はい、メッセージの方はですね、来週のメッセージも、メディアス FM のホームページにあるメッセージボタンからまたはメディアス FM の専用アプリからもお送りいただけます。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからお願いいたします。それではこの後は再びアキトさんのビートアラウンド834でお楽しみください。では来週のこの時間にまたお会いしましょう。ここまでのお相手はお化けの平本愛菜と山口康弘でした。最後に一曲お送りいたします。ケツメイシで友よこの先もずっと。ありがとうございました。また来週もお聞きください。よろしくお願いします。バイバーイ。